将棋ファンの皆さん、こんにちは。埼玉龍子です。日曜のひととき、 AJN 杯戦でお楽しみください。それでは対局場にご案内しましょう。本日の対局は山田正雄五段対大局寺ロボコ四段です。先手の山田正雄五段です。棋王戦は4組、順位戦は B 級1組です。山田流中飛車で知られ、中盤の軽快なさばきに定評があります。続いて後手の大局寺ロボコ四段です。棋王戦は6組、順位戦は C 級2組です。激戦型を好み、一直線の切り合いに力を発揮する居飛車党です。今日はこのお二人の対局です。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。本日の解説者をご紹介いたしましょう。金山銀次九段です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは棋譜読み上げの味本さん、よろしくお願いします。振り駒の結果、先手が山田正雄五段に決まりました。持ち時間はそれぞれ15分、それを使い切りますと一手30秒未満です。ただし秒読みに入りましてから1分単位で合計10分の考慮時間がございます。それではお願いいたします。お願いします。先手山田五段2六歩。後手大玉寺四段8四歩。先手2五歩。後手8五歩。先手2四歩。後手8六歩。先手2三歩なる。後手8七歩なる。先手7八金。後手8八と金。先手8八銀。よろしくお願いします。後手8五飛車。さていきなりの激戦模様ですが、そうですね、先手2三の歩が消滅してしまいましたね。大局寺四段得意のエネルギービームが出ましたね。こうなったら先手は8八の地点を守りつつ頑張るしかありませんね。3二金。先手3二竜。後手2五飛車。先手5二金打つ。10秒9 8 7 6
まで21手をもちまして、山田正雄五段の勝ちでございます。はい、という結果になりましたが、金山九段いかがでしたか？そうですね、後手は自陣の王様が消滅してしまいましたので、これは投了やむなしですね。え、先手の山田五段も危ないところでしたね。見事な切り返しでした。それでは来週の対局です。角穴熊太郎七段対猫屋敷三家八段をお届けいたします。猫屋敷三家八段は位取り中飛車に独自の工夫を加えた新原始中飛車戦法を得意とし、野性味あふれる指し回しに定評があります。対する角穴熊太郎七段は格闘家時代の経験を生かした独自の戦法、角穴流 KO& ゾンビ戦法で挑みます。それでは来週もどうぞお楽しみに。